おい、チャッキーってこれ嘘だろ、これ。ちょっと。いつになったらマンスリー1位にしてくれるんすか？ちょっと。俺の財力で1位にしてやるよって言ったんじゃねえかよ、ちょっと。もう。いや、全然なんだから、マジで。あ、おはようございます。あ、全ちゃん久しぶりですね。月末とか嘘つくなよ。今じゃあ花火1個でもいいから開けてみろよ、じゃあ。絶対嘘だよ、そんなの。絶対嘘だよ。じゃあせめてもの証明でさ、花火1個でも開けてくれよ、今。このチャッキーって方がね、俺の財力でお前を4月マンスリー1位にしてやるって言ってるんですよ。絶対嘘でしょ。本当に。月末にやばいと。誰、うるす、もうそんな知るかよ、もう。嘘つくなよ。でも、そんだけさ、だったら、花火1個でもいいから、今あげてくれよ、じゃあ。俺を信じさせてくれ、せめて。花火1個でもいいから、今あげてくれよ、そんなこと言うんだったらさ、信じられねえよ、そんなの、にわかに。あ、命中さん風船40個。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。慎吾さん祭りしていいって何？祭り？これね、金持ち光るっていう人の、くじ引いたじゃないですか。あれ1から50までしか、なんかこう、市販のやつで、市販っていうか、普通にお祭りのくじ用とか、まあ、いろんなくじ用に、なんかね、売られてるらしいんだけど、あれを実際に買って、そういろんなね、検証というか、そういうのを説明動画とか、あと僕の言いたいこととか、あとサンデージャポンでそれに苦言した変なわけわかんないバカなグラドルに対してね、批判をしたいなっていう動画を一回上げようかなと思ってんですよ。まあ、ここで言っちゃってもネタバレになっちゃうからあれなんだけど。祭りしていい。まあでもこういうのって速さが命だからね。こんなんやろうかな、やろうかなって言うんで1ヶ月とか経ったらもう勢いなくなっちゃうからね。ちょっと便乗みたいな感じで嫌なんだけど。編集とかね、サムネとか作るのマジめんどくさいです、本当に。本当にめんどくさいっち。いろいろ動画に、ちょっと連絡取ってみようかな。あいつ、サムネ作るのセンスあったし。いや、俺もね、サムネ、うまいサムネとか作れる自信がないわ。しかも、アドビの使い方とかも忘れちゃったし。アドビさ、毎月さ、お金払ってんすよ。一応年間契約してて、アドビのフォトショと、あとアドビプレミアプロ、あれですよ、サムネとか画像編集できるソフトと、あと動画を編集できるソフト、年間契約で、もう全然使ってないのに、毎月俺お金払ってるからね。ウェブで買ったのに反映してないって何がですか？どういうこと？ ちょっと髪の毛乾かそうかな。アイテム祭りって何ですか？ウェブで買ったのにアイテムが反映されてないんですか？嘘？そんなことあんの？それ運営に問い合わせれば大丈夫なんじゃないの？もしそうだとしても、多分運営に問い合わせれば対応してくれると思いますよ、さすがに。よいしょ。え、何？アイテム祭りって、にゃこさんがアイテムを俺に投げまくってくれるってことですか？祭りってことは。本当ですか？はい、そういうこと？ちょっと待って。何を言ってるんだろうと思ったけど、そういうことですか？もしかして祭りって。じゃあ、本当っすか？
マジっすか。おわー、ちょーやってください、祭りだわ、ちょーやってくれー、やってください、祭り、ちょー祭り見たいですあ、ハニーさん風船4個ありがとうございます。マジっすか、ほんとっすか、ちょー、どこ行くんですか？ああ、これから、ほら、昨日言った、昼間の桜を見に、桜配信ですね、桜振動の。うん。それをふわっちでちょっとやろうかなと思って。ちょっと早めに行った方がよかったかな。ちょっと12時ぐらいが一番日がね、あったかいから、ちょっと遅くなっちゃったかな。まあまあ、しゃあないな。あ、マリさん、風船30個、ありがとうございます。お花見、うん、そうですね。そういえばさ、動画編集とかさ、結構詳しい人いますか？俺前 YouTube にね、自分の動画何個か上げたんですよ。ほんと数個なんですけど、なんか、Adobe のプレミアプロで編集したんですけど、で、今もお金払ってんすけど、Adobe に。なんか Final Cut Pro の方がいいっていう話を聞くんですけど、ヒカキンとかはじめ社長とかも、Final Cut Pro だって、使ってるみたいな感じらしいんですよ。で、あとなんか、僕が出たなんかテレビ局の人にもどうやって編集してるんですかって、ソフトとかどうやって使ってるんですかって言ったら、なんか Adobe で画像を作って、Adobe のフォトショーですね。Adobe のフォトショーで画像を作って、つまり一応俺と使ってるソフト一緒なんです。で、あとはね、Final Cut Pro 使ってるって言ってた、編集は動画。だから、もしかしたらさ、結構いろんな人が、いろんなプロな方が、ファイナルカットプロを使ってるっていうから、Adobe Premiere Pro よりもいいのかなと思って。ファイナルカットプロの方がいいんですかね。うん。あ、無料アイテムありがとうございます。ありがとうございます。無料アイテムね。パン投げた。うん。おはようございます、おはようございます。初見どうも。